はい、どうもこんにちは、イブデザインの富田です。こんにちは、鈴木です。今日も動画を、ご覧くださりありがとうございます。ありがとうございます。今日は何の、はい、今日は、本当に皆さんからの、リクエストの多かったものの一つとして、はい、イブデザインとしてね、あの車種別で、モバイルホルダーいろんなの作ってるんですけれども、そのうちの、中で、ここに3つ今こう置いてあるんですけれども、携帯電話を挟むホルダー部分っていうのはあの共通パーツです。あの1個、これを買っていただければ、あとはこの、ホルダーのこの先端部分のみを、ご購入いただければ付け替えることもできるという、まあ、あの商品展開で今までやってきたんですが、はい、そのうちの一つ、今までできなかったことをできるようにしてしまう、素晴らしい、携帯ホルダーの紹介となります。まあ、新たにラインナップが追加ということで、そういうことです。よろしいですね。はい、はい、簡単におさらいをお願いしたいんですけども、はい、左側から、はい、携帯電話箱ね、はい、はい、一番、この3つを簡単におさらいをしていきます。こちらバネ式です。バネ式なんで、ここがね、あのバネで、開くようになってるんで、このように携帯電話を挟んでいただくと、しっかりがっちり固定ということで、はい、いいですね。もうガチガチです。もうあの挟んだ感じの、その安心感が欲しい方はこのバネ式が本当におすすめです。はい、はい、で、このバネ式、1個ネックがありまして、で、脱着の際に必ず両手がいるんです。片手じゃ絶対にできないんです。携帯電話を取り外すとき、設置するとき必ず両手がいるんですけれども、うん、こちらあの真ん中の重力式で、こちらに関しては、携帯電話の自重でもってストッとこういうふうに、固定ができるものなので、こちらはこのバネ式と比べてみると、あの片手で脱着ができるっていう特徴があります。はい、横には向けれない、はい、そうですね。これ縦型専用です。私みたいにもうあの車の中では縦しか、携帯電話しないよっていう方には本当におすすめの、ホルダーになってます。はい、はい、でもう一つ、ワイヤレス式、ワイヤレス充電式のホルダーです。で、最近はあのここ、マグネットになってまして、そこに、携帯電話をマグネットでカチャンってくっつけるんですが、最近はその Android、携帯のこういうカバーもこの裏側に、ね、メタルリングが内蔵されてる、ケースも出てきてるんで、 iPhone のみならず、Android でもこのようにピタッとマグネットで取り付けて、充電も可能、はい、なので、完全に、ワイヤレスにしたいなって思ってる方は、こちらが本当におすすめです。あの要は、面倒な、充電ケーブルと脱着の必要が一切必要はなくなるっていうのが、まあ、大きな特徴です。はい、はい、以上がこの3つが今までの、ラインナップのおさらいになります。では新しい、ホルダーのご紹介をお願いします。はい、で新商品なんですが、はい、こちらです。じゃん、オールマイティタイプです。で、まあ、特徴を簡単に、説明するとですね、はい、簡単にちょっと言うと、今までのホルダーでできなかったことができるようになっちゃうんですが、今までの、この10ミリの厚さの、まあ、携帯電話はもちろんあの使えます。で、今までできなかったのと、こういう裏にあのリングをつけてる方、このスマホケースにリングがついてる、こういうのもあれば後付けで、リングをつけてる方いらっしゃいますが、そうするとね、だいたい5ミリぐらいこれ厚くなります。そうすると今までのものだったら無理だったんですが、これ厚くてもいけてしまう、リング付きの方でも OK ですよというところです。これ、まあ、形は重力式に似てるんですけども、はい、あの重力式ではそれは入らないということなんですか？あ、重力式だと入らないです。それは厚み、厚み、はい、ということですね。あの重力式で、今までの重力式のものは10ミリの厚さに対応しているものなんで、これでもうぴったりなんです。で、こちらに行くともうこれ15ミリになってしまうんで、これだと今まで使えなかったものというのが使えるようになりましたということです。その辺が、まあ、あの厚みがあってもホールドできるということなんですね。はい、なのであの、まあ、リングのみならず、ここちょっと異形で、そのスマホケース自体がちょっと変わった形をしている方っていうのも中にいらっしゃって、
でそういう方って今までちょっとお断りをしてたんですが、そういう方でも OK ですよということです。なるほど、はい。で、もう一つすごくもうこれが一番声が多かったのがこちらです、手帳型。手帳型です。で今までの、先ほど紹介したあのバネ式っていうあのホルダーでもってこれ固定できなくはなかったんですが、先ほど、やったようにホルダー自体のバネの力があまりにも強いので、これをこの手帳型のものをグッとやるとこの手帳がちょっと傷んでしまうっていうのが本当に心苦しくて、今までは、まあ、手帳型ではなくて普通 の、 あの携帯ケースに変えてもらえませんかっていうことをあの僕らよく言ってたんですが、まあ、それでも女性の方やっぱり手帳タイプの方が多い。でそういう手帳タイプの方もう諦めてる方本当に多いと思いますが、手帳タイプも普通にいけますよと。なるほど、しっかりホールドするっていうことですか。します、ホールドしちゃうんです。まあ後でちょっと細かく説明するんですが、はい、この手帳タイプも普通にいってしまう。なるほど、全然手帳も傷まないです、はい。でここで終わらないんです、ね、ちょっと気になる厚みのものが。そうです、実はこれなんです。まあ、手帳タイプは手帳タイプなんですが、例えばその財布と一緒にしてこうやって、まあ、どっちかというとスマホケースに何かがついてるんじゃなくて財布にスマホケースがついてるような使い方されてる方がやっぱり少なくないと思うんですよね。でそうなるともうケース自体がもうこれ30ミリを超えてきます。この、ホルダーのこのアームの高さって17ミリなんですけど、普通30ミリオーバーなんて絶対にこれ物理的に今まで使えなかったんですが、これ実はなんとホールドできちゃうんです。ちょっと寄っていいですかね。どうぞ。でこれどうなってるかというと、スマートフォン自体をホールドしてるんではなくてスマホケースをホールドしてます。でこちらが反対の像。この、ホルダーのなんていうんですか、ここの部分、はい。でここが、このホルダーローラーアームっていう名前にしてるんですけど、はい、このローラーアームのここの先端の部分、ローラーリングって我々に言ってるんですけど、ここのリングの部分がこの携帯ケースを支えてるんです。でかつこれは縦方向にはこうやって動くんですけど、ローラーなんで動くんですが前方向には動かないんです。あー、なるほど。なのでこの携帯電話の厚さがこれ以上であったとしてもホールドできるっていうのはそういうことなんです。落ちません。いいですね、はい、ということなんです。なので、まあ、この普通ここの、アームの高さが17ミリっていうと17ミリまでのものしか、ホールドできないっていうのが今までの常識というか、まあ、先ほど言ったこのリング式のものでいけばこういうふうにこのようにこのリング式のはだいたい15ミリぐらいなんで、ここに若干2ミリぐらいちょっと隙間がありますけど、はい、十分これでもホールドできる。で今までだとこの厚みが限界値だったんですが、先ほどもちょっと薄いこの手帳型のものであればこのようにホールドできますし、十分これでもホールドできます。あ、なるほど。で要するに縦方向はあの動くんですけど、この前方向には動いてこないっていう固定方式なんです。はい、何がしがここに引っかかるっていうことですか、ね、そうです、そうです。そのここっていうのがローラーリングって、はい、このピンボールのこのお手手みたいなものがローラーアームっていう呼び方をしてるんですけど、はいはい、ローラーアームのうちのこの先端のローラーリングが、全てのものを手前に倒れてこないように、支えてるというそういう構造です。なるほど、はい、これが、はいはい、オールマイティタイプの、ホルダーになります。あ、それで山ほどテストしてたんですね、はい、そうです。なるほど、はい、ありがとうございます。
はい、それでは、はい、このオールマイティタイプの、ホルダーですね、あの本当に、声の多かった、商品です。なんとか、形にすることができました。本当に手帳タイプの方も、そうですし、このリング付きの異形の、スマホケースの方、今までね、どっちかいうとお断りを、するケースが多かったんですけれども、今後ね、イベント会場だとか、その、そういったところにも持っていきたいと、思っておりますので、ぜひ会場にいらした方いらっしゃれば、ぜひ自分の、ご自身の、スマホケースがこれに使えるかどうか、ぜひ試していただければなというふうに、思ってます。はい、オールマイティタイプ、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。